リレーで俳句を書こう。どうです。言ってなかったやん。これぐらい抜くよ。YouTube 歴も長いからね。うん。これ腹立つね、でも。わかるわ。ベテラン YouTuber が抜いて挨拶するの。あるな。腹立つな。腹から力抜こう。めず。カッコつけて力抜いてるとかじゃなくて、ほんまに力を抜く。腹から力抜こう。よろしくです。ベテソです。あれ？ベテソだよ。ベテソさん。あかんあかん、これぐらいどうできん。ここへどうできるのな。ベテソです。ベテです。この前、叡王戦というタイトル戦、防衛したとです。まあ、今日、趣旨は簡単でして、一人一文字書いて、俳句を作る。それだけですわ。簡単な話。文字書けばいいってことやんな。そう。一人一文字書いて、三人で回して17文字書いたら、いい俳句ができる。なるほど。それだけの話。俺もね、短歌やってますから、プロ、自信ある。俺、文字書くの得意やな。え、どういう意味？文字書くとは一文字に魂を込めて書けるな。え、書道か硬筆鳴らしてたからな。こう、うん、珍しい。中字じゃなくて、うん、まあじゃあ字の綺麗さには自信がある。そうね。もうだって多分あんまりいい俳句できひんやろうから。え、あとは字の綺麗さ勝負。あ、まずいまずい。うん、俺はいい俳句にしたいと思ってる。頼むで。俺らは俳句のこと分からへんから、お前が指針を示してくれへんと。来週の動画では普段そのボケてるけど、うん、短歌とか俳句とか言葉扱うときはちゃんとやってるから、うん、だからなんか意思のある文字書いてな。コンパスのような。ああ、もうこっち行けばいいねんで。そう、うん、図とか書いてくれたら、うん、ボーンとかいけるし。いや、図だけじゃん。その図に対して俺が棒行ったらうんって分かるってことやろ。どっちか。ああ、確かに匂いたら確定するじゃん。確かに2番手やったらいいな。まあ、それはでもなんかその前の言葉に合わせて、それはもちろん、はいはいはい、あっち行ったらいいよって。楽しみやな。どうですか、自信ある？俺は消化よ。消化。自分の番をもう汚さんより汚さんよりも。ああ、なるほどね。はいはいはい。消化。俺はもうずっと。ああ、じゃあいい俳句ができるように。ちゃちゃ入れへん。はいはい。マイナスにならへんように気をつけると。ドッジボールでその避けてるってことよね、言ったら。そうそう、エリアにおることが大事。とりあえず生き残るという。で、うまい人にちょっと当ててもらうという。消化する。はい、なるほど。まあ、一回やってみようか。やってみよう。お題とかあった方がいい？確かに。ざっくりのお題の方がいいんじゃん。うん。夏とか。それぐらいがいい。プラス。みたいな。プラス？あ、もう明るい気持ちになるみたいな。ポジティブ、ネガティブ。ポジティブ。ポジティブかネガティブかなきゃ決めへん。ああ。希望とかは？ちょっと具体的すぎるわ。動画出るで言ったら夏。夏やな。それぐらいにしちゃう？いいよ。まあ、一旦夏でやってみる？そうね。やってみよう。おもんないかもしれんけど。うん。やってみよう。ここにね。やりましょうか。スケッチブックを用意したの。もうガキみたいな。かわいい。チューしたろかな、スケッチブックに。うん、いいよ別に。しても3行にしよう。575ぐらいの大きさでちょっと書いていこう。1文字ずつ埋めていくから。ああ、そういうことね。で、誰が悪いか分かるしな、3つで回してたら。はい、はい、じゃあ、はい、こうしようか。まあ、どうせ見えるけどな、3人しかおらんから。な、夏やんな。はい、ただただ邪魔せんよ。ああ、俺これ見えたかもか。これほら、ゴールまで見えた。これちょっと預かっていい？あかんよ。これ預かりたい。こいつ、俺がこいつをメメッチにしてあげたい。お前メメッチにしたいんや。マメッチでも口パッチでもなく、女のキャラのメメッチにしたいんや。メメッチにできるやもん。このことになってる。これ壁さんやんの。まだ大丈夫、まだ修正聞く。まだ8文字。うん、危ない危ない。もうなんかすごいな、これ違うものが来るな毎回。え、もうアホばっかりなんか。全然やりたくてやってくれ。これやつ。いやいや、全員で意思統一できると思うのよ。この文字ね、この文字書いたやつ、文字意味がわからない。これをなんて押したいねん。流れ変えよう。いや、なんか完成しそうやな。なんかこれ、うん、いいのできてまうかもしれん。え、嘘やろ、これ嘘ちゃう。なんでチーム悪い。あ、チームメイトが悪い。チーム悪い。これラスイチやんな。これいうことしかないよな。これでもうほぼ完成してるよ。じゃあ誰からいきますか。俺からいこうか。はい、スイカくて、スイカくてふと手にスイカ。おお。おー、まあでもなんかそのスイカを食ってスイカを食って、うん、でもあれまた気づいたら手にスイカ持ってるやんっていう。まあそうか、スイカ止まらんでっていう。なんかその時間の流れがゆっくりになってるみたいなことですか。うん、食ってがな。
この手が意味わからない。このテーマでカベスだよ。なんかスイカ食いよりも、なんて読ませたかった、スイカ食ての方が。だから食うてを関西風に言うとスイカ食て、うん、なんか風情出るかなと思って。俺がさ、このオチの一文字目なわけやん。俺が完全に流れ示したつもりやねんけど、うん、俺手書き色とか着てほしかった。まあでも手にで名詞で決めるもよ、あるよね。だから手にで今井かべすで待ってきて、俺はあえて素にしたんよ。なんか素でちょっと外すぐらいの方が、あ、手に寿司かみたいな、うん、とかなんか手にスイスとかわからんけど、スイカをずらすためにあえて素にしたら、もうスイカの字ひどい、ちまるい。それは意思表示できてないな。俺のとこでか、スイカ食うて、うん、手が黄色やったらおもろいや。俳句としてみたらいいかも。うん、手に何持ってんねやろうを3文字で決めるつもりやったよな、うん、まあこれは全然悪ないよ、はい、悪ない見たら。ねずっちですが泣けるドラマゴミ山。あーでもあーいやいいいいや。ねずっちですが泣けるドラマゴミ山。ゴミ山ゴミ山いいんじゃん。ゴミみたいに山ほどあるみたいなことか。だから泣けるドラマなんてゴミの山だ。まあそういうことか。ねずっちですっていうシーンが、うん、それがその大鳥のドラマはひどいよなっていう。ねずっちですが泣けるドラマやとしたらめちゃくちゃ面白くないか。最後ねずっちですって言ったら感動して泣けんねやろ。めちゃくちゃいいドラマや。ねずっちのドキュメンタリーみたいな、うん、だからねずっちが死んで相方が意思を引き継いでねずっちですってやってて泣けるみたいな。めっちゃ長け勉強して、うん、最後にねずっちです。言うねーてーてーてードラマゴミ山。まあまあまあ悪ないか。悪ないえ、夏は夏はあれ、これ夏めっちゃ夏やん。ほんまや、ほんまや夏はえ、ねーずの後にちっちゃい図書いたやつがおるよな。これ先輩やな。これどっち行くしかないもんな。もう潰す気なかったの俺は。俺はだからねずってきたらもうなんかネズミとか、まあ、あとはそのネズニとか、うん、ネズニネズっちしか書いてあった。ネズコでもいいし、なんかつむすきなくつって書いてあった。ネズってきたらもう二人はネズっちにしたいんやろうなって思っちゃったんや。あ、うん、もう一個あるから。もう一個あるな、はい、これ惜しかった。よっこらんって。今年まで着物は母のボツツツに。もったいない。惜しくない。ボツツツに押しない。これだって俺のこのえぐいファインプレーな。ちっちゃい2っていう。え、どういう意味。ボックス2やろ。あー、なるほど。なるほど。大人になったから、はいはい、ここが曖昧やったんやんな。ずっとしまわれてた母の着物を娘が成長したから成人式とか入学式で着れますよっていう綺麗な俳句になったのに、ボックス2になっちゃった。これボこれ俺か。何やこれの通用マジで。なんで俺に勃起って書かしたんやろって思った。マジで意味わからんと思って。これがもう勃起やと思っちゃったんや。勃起やったとしたらあと2文字どうすんねんって思って、もう勃起にするしかないかって思って。まあでもボツツツにでもいいかボツツツにも。だからそのボックスに聞こえるかなと思って最後にボツツツに。ちょっとまあ夏は本で。夏はまあでも夏祭りとかで着る。着物は金賞、浴衣着物は金か。俺着物で浴衣区別つけてないもん。お前はな。俺は世の中ではついてるで。じゃあ俺そのあえて区別つけんことで分かりやすくしてることあるから。世の中じゃあリベンジしようか、うん、ちょっと良くないな。夏弱かったな。テーマが悪いんちゃう。テーマ悪いわ。8月あ夏や。海甲子園。夏からさらに狭めるんかな。夏秋。恋とかは。恋、あ、恋な。友情とか。あ、ええやん。恋にしてみる。いや、じゃあ恋の俳句。恋ね。はーいって。こっからだけ言ったりだけ。お前らが役立ってるの一文字目だけやぞ。あー、これなんかありそう。なんか弱いんちゃうの。え、弱いんちゃうの。弱いんちゃう。弱い日本語ってない。弱いんちゃう。弱いってない。弱いんちゃう。これは弱いかも。これは弱いかもしれない。これなんていう文字やねんこれ。え、これムー、うん、日本語にあるけど。そう、それごめん、それムー。ありがとうな。ありがとうな。ありがとうなというのは楽しいから。ありがとうな。問題じゃん。
マジ同じ同じな楽しみ方分かってきた。ちょっと9番バッターやってるから繋いでる。いや9番バッターやから何もしてない。龍になれ龍になれ龍になれ今俺の恋が滝を登ってるぞ。龍になれ。これはでも俺が悪いんか。はい、じゃあちょっと自信ある人。はい、ないなぁ。ちょっと弱いかも、うん。好きすぎて無理ポランドが過疎通り。惜しいなぁ。惜しいなぁ。好きすぎて無理までめっちゃ良かったけどな。無理ポランドになっちゃった。もうそう、過疎になってたよね、俺のとこに回ってきた。いや、そうやな。過疎ってなったんや。過疎が分からんくて、仮想通貨かなと思って。通って書いたら。いや、俺は加速するのつもりやったな。あー、でもランドやからな。だけど、ランド好きすぎて、ここで切ればいいよな。好きすぎて無理っぽ。で、ランドで告白みたいな。なるほどな。あー、なるほどな。こガーは誰？一回切ればよかったんや。ガー俺や。うわー、なるほど。いや、俺はもう無理ポランドやと思っちゃって。ここで一個にしちゃったんや。うん、そう、無理ポランドが大開演みたいな。ちょっと悪いな。仮想通りってなんだろう。なんか、カーに関しては、開演やと思ってんけど、開演ダーやったらダサいかと思って。ダサいな。まあ、それはどうとでもなるけど。仮想通りになってもんだな。仮想通貨にしてほしかった。通貨。なるほどな。ちょっと失敗。しゃあないな。はい。次俺。うん。惜しいな、これも。最後まで、きっしむベッド、赤外骨。ええー、な、なんか。きっしむベッド。これ誰から始まったやつ？これ最後が今言う。あ、俺じゃない。アマじゃない？俺か。俺がいい回だから。俺だから最初のキスはフレーバーの香りがするんでしたから、ね。あ、タバコのフレーバー？そう。フレーバーの香り。タバコのフレーバーです。タバコのフレーバー。したかったんやけど。いや、それはあかんよ。もうあるから。歌付きのかっこいいのあるから、その歌なしで五七五出す。思いついてさ。キッシムにした。キッシン。いや、俺は。俺が何回だっけ？キッス。俺はキッスのつもりで、うん。キーってきたから、あ、俺だ、俺これキッショイみたいになんか、キッショイって言葉出てきたら面白いなと。ああ、そういうことか。最後までキッショイ、あの人はダメだったみたいな。まあ、キットとかもあるし。てかお前、キッシムベッド席が出てきて、コツな。ここ、ごまかされたお前、コツな。線やろ。これ何やろ、席外やったら。席外ってなんだ、席外線とかちゃう。ああ、なるほど。ここではもう俺セキシーにしたかってんな。セキシーやったら空で回すよ。セキシー空で回すよ。それって意味ね。セキシーのことセキシーってのハマってんの。それ知らんから俺も。それ知らんて。まあ悪ない。まあでもこれも悪ないな。いきますか。はい。マッタケの形を変更エロマンク。これ最後俺もほんまにこいつをリュウにするかせんかね。あ、俺は龍にできんかった、こいつを。よけた。龍にできんかった、俺は。あぶねえ。マンだけできたらいけたかもしれんけど、エロまでついてたら龍にはできんかった。この形は今いい？これ。形って書いてない。形は俺。形、ファインプレイやな。変更で矢印書いたんや、お前。うん。エロマンク。何に変更するかを書いてもらおうと思って矢印書いたんやけど、エロマンク。でもこれな、なんかな、楽しむのが分かってきた。こういうその、爆弾みたいなやつを作って、爆弾みたいなやつを作って回すのが、そうやな。面白いやっぱ、うん。チンクにせずにマンクにしたらすごい。エロマンクにしたんや。でもまあ、恋には乗ってる。うん。うん、乗ってる乗ってる。うん、いい。大丈夫、大丈夫。全部一応恋の俳句にはなったから。うん、俺、好きすぎが回ってきた時めっちゃ笑ったわ。弱いから。弱すぎやろ。次何で行く？メンタル。メンタル？メンタル。メンタル。メンタルそれ。いいよ。メンタルいいな。メンタル。全部メンタルやろ。これもう最後にしよう。もう3回やってんねん。いつまでやっても。うん、うわうわ、メンタルやこれは、亀さんのメンタルを試すことになったかもしれない。亀さんのメンタルを試して、これ。ほんま？からな。俺のせいじゃないし。
はい、俺のせいじゃない。俺だけやん、頑張ってんの。俺も頑張ってるけどな。お前らぐちゃぐちゃにしとる側やん、ずっと。いや、俺だけ頑張って正規ルートに戻そうとしてんのに。頑張ってるって。おかしなとも帰ってくる。俺頑張ってるって。俺だけ頑張ってんで。俺頑張ってんで。俺だけ頑張ってんのに。美人見えてるから。美女な。美人、美人、美人見えてるから。美人やったらお前顔整った女性なんてまわる。OK。 じゃあ3つで揃いました。はい、うん、自信ある人どうですか。俺は自信ないな。俺もない。俺もないな。これから行くか、はい、うん。ちょっとドブネズミ、ボブの手などもいただきぎとう。メンタル、いただきぎとう、いただきぎとう。え、いただきますでよかったのに。いただきますがいただきますでええやん。ドブネズミとボブの手などもいただきますでよかったのじゃん。いや、それもそれでなんか意味わからんくないか。意味わからんけど文章にはなったやん。文章にはなれたやん。だってドブネズミ、ボブの手などもいただきますってなんか普通に怖ない。いただきぎと、そういう番組名を作る企画会議とかで、うん、ドブネズミ、ボブの手などもいただきぎっていう面白芸人のキャッチフレーズがあったんやろな、いただきぎっていう。あ、すごい解説して。そう、なるほど。だからそのお試しかみたいなことよね。そう、他どんなんありますか。いただきぎ、いただきぎ、お試しか。終わらないな。うん、どこがミスった。これここやろ。ノーアル、これがひどいやろ。ボブの、ボブネズミやろ絶対。ドブネズミ。ああ、確かボブネズミやった。ドブネズミ、ボブネズミで来たかったんだ俺。ああ、そうやな、ボブので回ってきてなんとなく手にしてしまった。うん、でも手とかこれ俺が悪いか。確かにボブネズミ面白かったな。メンタルやしな、めっちゃ。そうか、ドブネズミ、ボブネズミでメンタルっていうかリリックというか。なんか気持ち感じるよな。もう俺行く。ゴール前、あたつ青たつはさ、パス好き男。めっちゃいいやん。めっちゃ、お前ちょっと待って。奇跡の一句や。奇跡の一句や。何が言いたいかだけ持ちわかんねえけど。わかるな。あれやろ、だからヘディングしてたやつやろ。昇龍が朝のニュースでやってたやつちゃうん。昇龍がさ、うん、あんだけメンタル強かったからそのモンゴルに帰ってサッカーして炎上したけど横綱にもなれたっていう、うん、いい句やな。ゴール前がめっちゃメンタルやな、うん、名作やな。では最後、うん、圧または膣圧迫耐えぼっくり。耐えぼっくりって何。もうこの際膣はええわ。これ誰が悪い。これ誰が悪いんだっけ。これ誰、これ俺地位書いてん、うん、だから今井が膣作っちゃった、うん、いやこれもなんかドブネズミ、ボブネズミ方式で圧と膣やってん。いやでも圧と膣やったら膣やん。そう、俺も思ってなんか圧または膣、うん、またはみたいにいけるかって思ってんけど、おお膣残ってるやんと思って。そう、もう逃れようがないやんと思って。絶対消えない膣が。もう俺圧または膣圧で回ってきて、膣圧はまず、膣圧は膣圧はまずい。いや大丈夫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 、用語やから。膣圧はまずいから、膣より膣圧の方が用語やから。膣圧迫、膣圧迫がやばいんちゃう。膣圧迫の方がエロい。いや、よくないよな。膣圧より膣圧迫の方がエロい。いや、エロいやろ。耐えお前やん、耐える出しとこれメンタル要素なさすぎると思って。ああ我慢しようと思って。なるほどな。メンタルやから、うん、膣圧迫耐えぼっくり。プリ誰なの俺。こいつしゃあないよな。惜しかったな。そうだ、耐えぼうで俺が送ったやもんな。ぼうつ、チーも俺が書いてるし、棒も俺が書いてるし、もうすごい虎視眈々と狙ってるな。受けてほしい。二人でやりたかった。来週から、ああ、ここで、俺がおらん状態で、何俺のせいで、確かに、まあ確かに、これ、龍、俺が書いたよ。うん。俺が、龍。これ、龍マジでやばいよ。あ、龍、これがやばいよ。やばいやばい。アタッチメントとかにしようかな。このアタッチって思わせてみて。アタッチメント。アタッチメントなんで、目描いてもさすがに分からんかと思って。
そうやな。で、青にしたせいで、うん、アリュー、昇竜、アサに。そう、アサジオより逆から読んで、めっちゃガリガリな人のストーリーにしようかなと思って。まあ、これはでも、もう、そんなん言うんやったら、お前ら二人でやってみろや。見といたるわ。やろう。やったろか。見といたるわ。お前、やったろか。ほんまにええのできるんかい。お題くれや。ほんま、友情でええよ、じゃあ。友情な。別に俺がガンみたいにするのはほんま違うと思うけどな。ガンっていうか、タン。ん？つかかってる。あ、ほ、めっちゃ友情感じるわ。そうだな、友情、お前らの友情でいいのにしてみろよ。え？うわ、気持ちいい。めっちゃ嬉しそうやん。うわ、最高やん。こんな文字が、フリップに書かれる時が来るとはっていう。え？こんな文章がフリップに書かれる日もあんねんな。すごいな、なんか人との触れ合いって。ええ、なんか一文字って何個あんねやろ。お前その一個当てたぞ。よっしゃ、せやんな。いや俺もこうやと思って。ええ、すごいやん、石さん。うわ、こうやと思った。俺がガンやったんや。こいつなら財産預けれるよな。そんなメイクか。メイクというか、メイク。いや、嘘や、ちょっと待って。いやいやいや、メイクやで。おい、もうしゃあないぞ。こうなるぞ。そうなったらこうなるぞ。これな、終わったえ、なんでや。耐えた。じゃあ聞くわ。自信ある方、まあ自信ない方でもどっちでもいいけど、そっちから行こうか。こっちやな。うん、金玉触り合おう。案内の他で。うん、いいね。いや、金玉触り合おう。あ、なるの他で。これはひどい。これは何。ちょっと待って。なんで置いた。なんで一回置いた。この絵は誰が描いたの。あ、え、木が今やったから、もう俺はこれ金玉やと思ってん。なんで思うねん。いや、俺友情で木から、カタカナの木から始まる言葉なんて金玉しかないやんって思って。キックベース。ああ、それあったか。二人がやってた漫才コンビな。いや、まあまあ最悪ここまではまだええわ。俺はその銭湯で今井にずっと金玉1個って教えられてて。ああ、なるほど。で、触ったら2個やったっていうエピソードの一文字目が来たと思ってんな。2人のエピソード。でもなんか金玉触り合ってこそ男の友情みたいな。気持ち悪いわ。やつになんのかなって思って。いやいやわ、それも。ここやって俺のウィークポイントが。これ何やった。ここがもうほんま俺の力入れたとこで。うん。金玉触り合おう。姉雪みたいや。あ、雪だるま作ろうみたいな。穴雪ちゃうやろ、お前。金玉触り合おう。ほんで穴雪って入れたら、その、アナとエルサの友情みたいなんで、それを入れるやん。何が穴雪みたいやねん。金玉触り合って。あ、また触ったじゃん。なるか、お前。前は仲良くしてたのに。気持ち悪い。またなー言ってるよ、お前が。穴雪みたいって、お前が。まあでも分からんよ。いや、分からん。あーで穴雪やとは思わんし。でもだから、そう、さすがにアナルではないかって思ってんけど、あ、じゃあルーかってなってんけど、ノーが来たから、うーん、丘かって。ここが一番最後はアンナルの友っていうことわざみたいにしたいな。あー、いやでも金玉やからな。うん、アナルじゃないからな。金玉触り合おう、アンナルの友。悪いです。まあでも、おしおしおし。悪いです。おしおし。フェテレさんおった時よりは伏せてください。何でしょう。いやでもこれはすごいよ。これほんまに文章これはすごいよ。朱印見学早退し、どちゃしこり。すごない。分からんけど、遠足みたいな感じ、工場見学みたいな感じだな。そう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 。女の人がやってるの見に行くんかな、男の人がやってるの、まあ、分からんけど、そういうの見に行って、うん、自分もしたくなって、うん、どちゃしこり。すごない。これマジすごい。いや、これすごいよな。すごないって。朱印なんか出てきたらあかんの、俳句に。この、どうな、うん、俺、マジでどちゃしこりのつもりでどうって言ったら、地位が来て、俺、びっくりしたよ。あ、ここはもう、そうか。ここまでできてて、うん、どうやって落ち着けるかで、そう、うん、二人ともどちゃしこりにしたかったんや。そう。これすごいよ。すごい。すごかった、とて。これが朱印じゃなかってみ。なかってみてない。朱印やんけ。朱印やんけ。もしこれがさ、かっこええで、お花見で、うん、遠足のお花見、うん、早退し、家で植えてる木を見ましたとか言ったらどう。それはいいと思う。それはいいよ。みんなで見る花見はちょっと騒がしくて嫌やから、一人で木見るのが僕は好きなんですよ、うん、はいはいはい、そういうのをロックというか、うん、
もうみんなとは一緒じゃないと、うんうん、一人でどちゃしこりとそうっていう句です。いやだからそれ取れよそれをなんでそれを朱印とどちゃしこりのあれに載せちゃったのじゃ花見とか言ったらちょっとあれやん、違う方程式に代入してるよ、うん、もっと俺がおらんくなった方が悪化してるやん。いいよいいよ、めでちょやろ。でもなんかその意思疎通はすごい、なんなんこのトーナメント決勝みたいな2個いっぱい勝ち抜いてきた2個みたいな2個もうもう終わり、またちょっと誰か来たらやろう。うん、こんな2人と一緒になんとか成り立たせています、僕が来週チャンネルを。さようなら。